はい。お疲れ様でございます。えー、今日のね、お話はこちらでございます。ということで、おっとね、ちょっと画面変わりますね。こちらでございます。えー、スポーツ選手のね、引退年齢というね、お話をしてみたいと思います。えー、先日なんですよね、私ね、こちらの本を読みました。ということで、えー、元ね、えー、読売ジャイアンツでね、活躍されておりました。桑田正美先生、えー、ま、桑田正美さんですよね。うん。えー、ま、PL 学園からね、読売ジャイアンツ。そしてね、最後はね、あの、メジャーリーグのね、ピッツバーグパイレーツですか。 でね、メジャーリーグでね、もう投げられた、うん、このね、まあ、いわゆる、うん、非常にね、まあ、うん 日本のね、プロ野球界でもね、活躍された、このね、えー、ピッチャー、桑田さんなんですが、このね、方が書かれた本、心の野球というね、本をね、先日読みました。私ね、このね、桑田さんに関しては、まぁ、あ、前からね、ちょっとね、まあ、どういう方なのかな、っていう、まああのー、ちょっと気になってたところもあるんですよね。うん。まあ最近ね、あの、息子さんなんか非常にね、芸能界でね、まあ非常に、あの、個性的な息子さん、まあね、えー、活躍されたりとか。あとね、うん。まあ昔ね、現役当時の頃はね、投げる借金王なんて、 っていうこともね、言われたりしたんですが、この方ね、引退後にはね、まあ、わせ大学の大学院でね、まあ、勉強したりとか、なんか非常にね、こう、なんか変わった方なのかな、というふうにね、思ってたんですが、このね、本読んでね、あ、 こういう方なんだというのをね、ちょっと学んだ次第でございます。まあそんなね、この、この本、心の野球の中でね、まあ冒頭にね、このね、桑田さんね、こんなことをね、書かれてたんですよね。えー、まあ、プロ野球選手のね、平均のね、引退年齢、実はね、29歳とね、非常にね、若いんだよということをね、書かれておりました。この桑田さん自体自身は、40歳を前、39歳ぐらいでね、現役引退されたんですが、実はね、プロ野球選手、非常にね、 まあ20代でね、まあ引退されるね、選手が非常に多いということでね。まあ、もともとそもそもね、えー、プロのね、スポーツ選手っていうのは、どれぐらいのね、まあ引退、えー、平均のね、引退年齢なのかな。まあスポーツによってもね、だいぶこの辺ね、まあ、引退のね、年齢違うんじゃないかなというふうにね、思った次第ありましたんで、今日はね、そんなね、スポーツ別のですね、平均の引退年齢というのをね、ご紹介してみたいと思います。まあ、こちら書いております。 意外とね、実はね、スポーツ選手、えー、平均のね、引退年齢っていうのはね、まあ結構ね、短いんだよ。今日はね、そんなお話をしてみたいと思います。ではね、もう早速ね、こちらね、ちょっとね、ラインキング順に出してるんですが、まあ一つずつね、ご紹介すると、えー、実はね、一番ね、えー、短いスポーツ、えー、平均のね、引退年齢がね、まあ非常にね、若いね、引退年、若くしてね、引退するのがですね、新体操だござ、新体操だそうでございます。えー、なんとですね、 二十歳。平気のね、引退年齢はね、二十歳だそうでございます。二、ま、十、あ、歳というとですね、まあ一番ね、これからまあね、なんて言うんでしょう、まあ人間としてね、まあこれからどん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 成長していく。 っていうね、まだまだ成長していくっていうね、時期なんだと思うんですが、さ、ね、このね、新体操というのはですね、非常にこう若い選手がね、多いっていうところで、二、う、十、ん、歳でね、まあ大体のね、選手はね、何度引退していくそうでございます。うーん、すごいですよね。だからまあ10代でね、まあ油が乗り切って、そしてね、もう20代になってくるとね、二十歳になるともう引退していく、続々引退していくっていうこところを考えると、これはね、うーん、すごくね、まあ短いなと。 まあ10歳ぐらいから始めたらね、もう20歳にはもうやめてしまうっていうぐらいなんで、10年ぐらいしかね、選手寿命っていうのはね、ないっていう感じなんですかね。うん。ちょっとね、これはね、かなり驚きでございました。えー、そしてね、2番目にね、短いスポットとしてはですね、水泳だそうでございます。水泳、なんとね、えー、引退年齢がね、21歳だそうでございます。まあ、なんとなくですね、まあ、日本でもね、えー、活躍されている今のね、まあ、トップスイーマーたちを見るとですね、ほとんどが20代前半なのかな。 ま、あ場合によってはね、十歳のね、子供、あの、えー、10代の、ええー、まあ、学生さんなんかもね、あの、昔ね、金メダルをね、取った学生なんかもいましたけど、ええー、実はね、水泳はね、平均の引退年齢、二十一歳とね、非常に若いそうでございます。ええー、そして次がですね、ボクシングでございます。ま、あボクシング、ええー、とね、一部のね、選手はね、ま、あ三十代の後半ぐらいまでね、あの、まあ、ええ、世界チャンピオンというね、選手もいる、いますが、ええー、実はね、平均的に見るとですね、ま、あボクシング、ま、あね、平均の引退年齢というのはね、二十三歳だそうです。 これはね、まあ、もしかすると体力的な引退というよりも、まあ、どうでしょう、まあ、金銭的な面というんですかね、うん、やっぱりね一部の、ねまあ、世界チャンピオン以外にはですね、なかなか、ね、あのボクシングだけで、ねまあ、あの生活していく、ご飯を食べていくというのは、ね、難しいと言われている、まあ、競技でございますので、もしかすると、まあ、そういった、ねまあ、どこかでね、うん、第2の人生というところでけりをつけるために、まあ、若いというところもあるのかもしれないですね、はいえー。そして次がですね、フィギュアスケートでございます。 まあ、フィギュアステ,クステートもですね、まあ、今のね、トップ選手たちを見ると、非常にね、まあ、20代前半のね、子供、えー、まあ、方たちがね、非常に多いのかな、というところを思うとですね、まあ、確かに引退年齢ね、24歳っていうのはね、まあ、なんとなくそうなのかな、とてう思うところでございます。えー、そして次、えー、ね、サッカー選手でございます。 サッカーの選手っていうとね、なんかもうちょっとね、あの、うん、選手のね、引退年齢っていうのはね、もっとこう30代ぐらいなのかなと思ったんですが、実は実はね、えー、意外と短くてね、26歳だそうでございます。うん。まあね、こう、えー、例えばね、えーと、スウェーデンのイブラヒモーピッチなんかはね、もうすぐ、確か40歳とかですよね、うん、とか考えると、まあ、もっとね、長いのかなと思ったんですが、実は実は短くて26歳だそうでございます。 えー、そして次はね、えー、同じ29歳なんですが、ラグビー選手と野球選手でございます。まあ、プロ野球選手はね、先ほど冒頭でもね、お伝えした通りなんですが、ラグビー選手29歳。えっ、ー、と、こちらはね、逆に個人的にはね、うん、あ、29歳結構長いんだな、というふうに思いました。まあ、あの、以前ね、あの、日本でワールドカップ、ラグビーのワールドカップを壊われない時にですね、非常にこうね、ボディタッチ、あのね、体同士ゴツンと出るね、ああいうのを見るとですね、まあ、ちょっとね、うん、20代の前半ぐらいまでしかね、 あの、選手としてやれないんじゃないかなというふうに思ったんですが、意外とね、あの、ちょっと私が思ったより長くてね、29歳だそうでございます。えー、そしてね、ここからですね、まあ選手のね、引退年齢、ちょっとね、えー、伸びてまいります。えー、まずですね、テニス選手ですね、テニスのね、プレイヤー35歳がね、まあ、引退年齢というふうに言われております。 まあ確かにね、あの、ジョコビッチだったりね、あと、ナダルとかですか。あの、非常に、あの、ただ、確かナダルなんかは40歳超えてるんですかね。うん。っていうところを考えると、まあ、ね、あの、ある程度ね、30代の半ば以降でもね、まあ、活躍できるっていうところですね、まあ、このテニスのね、プレイヤーなのかな、テニス選手なのかなっていうところですよね。うん。 日本でいうと、西堀圭選手なんかもね、もう30超えてますよね。うん。というとこを考えると、まあね、えー、まだまだ、まあ西堀圭選手なんかもね、まだまだ活躍できるのかな、というとこですよね。 はい、えー、そしてね、ここからね、ぐっと上がるんですが、次にね、ご紹介するのが、協定でございます。協定、なんとね、55歳だそうでございます。うん、まあね、協定をね、スポーツとしてね、まあ、あの、うん、捉えるかどうかっていうのは微妙なところではあるんですが、まあ、どちらかというとね、協定選手、うん、私もあんま協定関してはね、詳しくはないんですけど、うん、あの、 体を使うというよりも、やっぱりこう、勘とかなんですかね。まあ、経験とかでね、まあ、勝負するっていうね、まあ、スポーツなのかなっていうところですね。はい、えー。そして最後はですね、ゴルフでございます。えー、ゴルフね、最後はね、こう、点々点っていうふうに書いてるんですが、どうもね、ゴルフはね、ちょっといろいろ調べると、引退というあの概念がね、なさそうなね、スポーツでございます。まあ、これはね、あくまであの、プロゴルフプレイヤーっていうところですよね。うん。いうのはね、ゴルフ選手の場合には、プロゴルフのね、ゴルファーに関しては、あの、 シニアリーグ、シニアリーグシニアカップなんかもね、あるみたいですね。うん。なので、まあ、例えば60代以上のね、まあ、シニアのね、選手たちがね、出る大会なんかもあったりしますんで、まあ、選手のね、年齢、選手年齢としては、選手年齢選手の引退年齢としてはね、かなりは60代、70代とかね、長いんじゃないかなと。 さらになんですが、まあ、プロのね、えー、ゴルフ、ゴルファーの場合には、まあね、ね、えー、そういった大会でね、稼ぐ選手以外にもですね、レッスンプロみたいなのね、まあ、あったりもしますよね。というところを考えると、まあ、ゴルフのね、えー、まあ、選手に関してはですね、引退という概念がもしかしたらないのかなっていうところで、まあ、ちょっといろいろネットなんかでも調べてみたんですが、このね、平均の引退年齢というのはね、出てこなかったりというところでございます。というところでね、まあ、こう、一部のね、まあ、あの、スポーツ以外を見るとですね、非常にね、やっぱりね、選手のね、引退年齢というのはね、 20代っていうのが、ね、圧倒的に多くて、まあね非常にどのね、まあ、スポーツもね厳しい世界なのかなというふうに思います。最後ね、こちらも書いていますが、まあ、一部のね本当、えー、スポーツを除くとですね、第2の人生の方がですね、引退後の第2の人生、こちらの方がねまあ、人生としてはね長くなるんじゃないかなと思いますので、うん、なかなかこうスポーツの世界もね厳しいもんだなというふうに、ね、思ったところでございます。 はい。ということでね。まあ皆さんもね。まあいろんなね、ここにね、あげれるスポーツの中でね。まあ、えー、お好きなね、スポーツとかね、あるんじゃないかなと思うんですが。まあね。ちょっとこういうね、今日はね、引退、ね、選手のね、えー、引退のね、まあ、平均的な引退年齢についてね、お話をさせていただきました。まあこういう観点からもですね、ちょっとね、あの、 え、ひいきにしてるね、選手なんかをね、見ていただければ、ああ、あとね、もうちょっしたらこの選手も何年ぐらいでね、もう現役をね、引退しないといけないのかな、なんてね、こともね、考えながらね、まあちょっとうがった味方になってる、しまうかもしれませんが、あの、ぜひね、まあ、観戦してみていただければな、というふうに思います。はい、ということで今日はですね、スポーツ選手の引退年齢についてお話をさせていただきました。えー、今日のお話、面白かったな、参考になったなと思いましたら、ぜひね、高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 はい。ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。